山田忠敬は、日系アメリカ人の医師、教育者、実業家、特殊家。武田薬品工業取締役、武田ファーマシューティカルズインターナショナル株式会社、副社長、フレイジャーヘルスケア社ベンチャーパートナー、クリントン財団、クリントンヘルス、アクセスイニシアティブ理事長。ミシガン大学、アナーバー校内科学部長、アメリカ内科学会マスター。 米国科学アカデミー医学研究所会員、イギリス医科学アカデミー会員、アメリカ芸術科学アカデミー会員、モトビルメリンダ・ゲイツ財団のグローバルヘルスプログラム総裁、アメリカ消化器学会及びアメリカ内科外科学会会長、グラクソ・スミスクライン研究開発部門会長及び取締役を歴任。自身の名の短縮型として使用している 最初の母音が超音で、ターチと発音する。まだ下足らずな幼児だった頃に言いにくい自分の名、ただたかをはしょって、ターチと言っていたのが定着してしまったもので、本人は学生時代から今日に至るまで日米を問わず、公式文書のすべてに、これを使用して、立ち山だと署名している。太平洋戦争祭末期の1945年6月5日、日本人の父と、 日系アメリカ人2世の母親の次男として、焼け野原の東京に生まれた。この際、父親は東京で出生届を提出したが、アメリカ在住だった母方の祖母も、戦後すぐに3番目の孫が誕生していたことを知り、ニューヨークで孫の出生届を提出。その結果ターチは、生まれながらに、日本国籍とアメリカ国籍の二重国籍を得ることとなった。 15歳となった1960年、やはり戦時下の日本で生まれ二重国籍を取得していた、兄、秋吉と共に渡米した。全寮制のフィリップスアカデミー・アンドーバー高校で学んだ後、スタンフォード大学で歴史学を学んで学士号を取得、さらにニューヨーク大学医学部を主席で卒業した。医師となったターチは、 ベセス打開軍病院で軍役を務めた後、UCLA 医学部で教育者としての立場に回り、その後ミシガン大学に移って医学部消化器学部長に就任、さらにミシガン大学メディカルセンターの内会長を兼ねた。ミシガン大学医学部時代には、専門の消化器学科の教科書の著述、編纂事業にも多くの時間を割き、代表作テキストブックオブ・ガストローン・タララジー全参巻を、 はじめとする体系的な教科書群を完成させた。同書は、今日では、全米の大学の医学部小化企学科で学ぶものに、とっては必須の教科書の一つとなっている。この後今度は、製薬業界に転身し、1996年には、グラクソスミスクライン研究開発部門会長及び、取締役に就任。合併前の旧グラクソエルカムの本拠地イギリスの、 ロンドンと旧スミスクラインビーチャムの本拠地アメリカのフィラデルフィアを頻繁に往復する日々を送った。さらに還暦を迎えて引退を考えていた矢先の2006年にはビル・ゲイツからの誘いを受けてビルメリンダ・ゲイツ財団の世界衛生部門総裁に就任、開発途上国向けの低コストの保険ツールの開発と供給を助ける財団の活動を主導した。 2011年はじめには、同年6月をもって、同財団を優待し、特殊化としての活動に一つの終止符を打つことを発表。今後はこれまであまり帰り見ることのなかった日本において、未公表の大きな仕事を手掛けたい意向があることを明かしている。2011年、武田薬品工業取締役、チーフメディカルサイエンティフィックオフィサー及び、 武田ハファーマシューティカルズインターナショナル株式会社副社長に就任。同年武田から2億4900万円の役員報酬を2012年には7億1200万円の役員報酬を2013年には8億3800万円の役員報酬を受けたと報じられた。父、山田忠義は 鳥取県白村の出身で、明治大学を卒業ごと米して1921年に、コロンビア大学大学院を卒業。その後、渋沢慶三の秘書などを経て、戦後は、八幡製鉄専務取締役、ワールドトレードセンター連合会長、日米協会副会長などを務めた財界人だった。母、高子は、日系アメリカ人2世で、日本人として、初めて、 アメリカで医師免許を取得した後、アメリカに帰化して、ニューヨークで開業医となった、日系アメリカ人一世のドクター・高見子こと、豊彦高見の長女。社交界の花で家を開けがちだった母に代わって、少年時代のターチと一歳上の兄、秋吉の実質的な母代わりとして、面倒を見たのは10歳上の姉、和子だった。 ティファニーカンパニー・ジャパンの初代社長を務めた新田克彦は、この和子の夫の弟でターチの議定にあたり、少年時代には東京、世田谷で隣近所だったお互いの家を行き来する親友でもあった。高校生だった頃に知り合ったレスリー夫人との間に一女一男。長女の早苗は、公立高校の英文学教師からサイケデリックロックのユニット。 ムーンデュオの一人として、世界のコンサート会場を飛び回るアーティストに転身するという異色の経歴を持つ。デュオの相方は、前衛サイケデリックロックアーティストのリプリー・ジョンソンで、実生活におけるサナイの夫でもあり、ターチの女性にあたる。自身の西に加え、兄、秋吉が死別した二番目の妻との間に設けたおいと、名も小学生の頃から引き取って我が子同然に、 育て上げている。シティグループの元チーフテクニカルアナリストでその後は、自らのテクニカルリサーチ顧問会社を経営する、傍ら指教分析の権威として、ブルームバーグテレビジョンの番組にもたびたび、登場するようになった、ルイーズ山田は、この、秋吉の最初の妻で、ターチの技師にあたる。ありがとうございます。